ということでですね、
い、たけちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。あと横断幕的なね、すごい。あのブリキのクラゲちゃんですね。あれはもうね、あの派生ユニットのオズっていう、あのブリキっていう衣装があるんですけど、あれで、ね、踊ってるんですよ、いつも。かわいい、かわいい。あの横のクラゲちゃんもクラゲちゃんっぽくていいですね。あ、ほんと、そっくり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 してる感じね。ありがとうございます。本当に皆さん、うん、どうですか2周年を迎えて。早いね。なんかすごいね、あのこの2年でね、あの、はい、びっくりするぐらいいろんな経験をね積ませていただきまして、はい、はい、あの私すごい1個言いたい話があるんだけど、はい、あの私入所する前から結構このアリスプロジェクトの楽曲が好きで、はい、で、あのその前回ヒーローがね、私好きなんだけど、はい、その前回ヒーローからハマっていっぱいこう動画を見ていくうちにさ、こうやって今も皆さんね写真構えてくださってる方もいるんですけど、動画をね撮ってこう上げてる方がいっぱいいて、はい、このあれあれあの動画とかを私それを毎週欠かさず見てたんですよ。上げてくれるのを毎週見てて、その当時の仮面女子候補生と、オズ、パーケン、スライムガールズが出てたのを毎回必ず見てたので、それでいっぱい振りも覚えてたから、はいはいはい、私がねここに初めて立った時はもうすごい嬉しくって、でそんなね思い出の地あれあれあってこうやって2周年迎えられるのは、ね、すごい嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、の3年目はですね、ね、月並みの言葉ではありますが、仮面女子にね絶対なれと、はい、心に決めておりまして、絶対ね、昇格で決めたいと思います。3年目も、ね、元気にステージ立てるように頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、こんな感じですよ。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。あとね、痩せたいね、うん、普通に3年目はね、キュッと絞ってね、綺麗な姿で仮面女子になれるように頑張ります。綺麗な姿、そんな今も綺麗ですよ。今も綺麗、大丈夫、仮面女子でね、お色気担当なのでね、そうね、やっていきます。はい、今日はね、これで終わりじゃないんですよね、まだまだね。そう、まだまだこの後も曲数続きますので、はい、はい、この後もよろしくお願いします。はい、じゃあ次の歌いっちゃいます。行きましょう。クラゲちゃんよかったら歌の次の歌よかったら振ってください。はい、それでは皆さん聞いてください。あれあれや、クラゲちゃん、
Yeah!
くお知らせの方からお願いします。はい、はい、私たちはですね、仮面女子候補生としてもこちらのステージに立たせていただいております。不定期なんですけれども、金曜日に立たせていただいてまして、23日がですね次の出演となっておりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。そしてですね、私たちは、毎日365日秋葉原から徒歩2、3分のところにあります仮面女子カフェという劇場でライブをしています。明日もちなみに出演するので来てほしいのと、あと土曜日にはなんと15時から無料の部もありますので、気になったなという方がいらっしゃいましたらぜひ遊びに来てください。そして私たち全員ツイッターをやっております。漢字4文字仮面女子、またはカタカナでアレアガルスとつぶやいてみてください。私たちがフォローしに行っちゃいます。行っちゃいます。ということでね、最後もまた出していただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと言ってもいい、はい、最初のアレアレア始まるときにね、はい、アレアレア始まるよっていう風に言うねっていう合わせをしてて、はい、なんか私のいつも声が大きいからちょっと控えめに言ってくださいって言われたの、はい、まさかの今日に限ってまさかのクラゲちゃんが、はい、2部結局あれあれや最初の言葉どうするって聞いてきたかって、はい、必死にいやもう今日はとりあえずいつもの感じでいきましょう、次からあれあれやりましょうっていう、こっちの部は知ってるからもう分かっちゃうと言うんだから必死だ。ここの兼ね合いちょっと良かったですよね。そうそうね、こうやってメンバーにもね、皆さんにも一緒にお会いしていただけて本当に嬉しいです。3年目